東京タツミ国際水泳場は東京都江東区タツミにある国際規格の水泳用プールを持つ施設。2020年東京オリンピックでは水球の会場として使用される。1993年8月18日オープン。それまでの代々木オリンピックプールに代わる日本の水泳競技における中心的施設として国際大会及び日本選手権など全国規模。 東京とレベルの大会が多数開催される。代々木とは異なり、通年利用が可能である。水泳関係者の間では、辰巳で通じる。大会、イベント及びスクールのない日には、一般開放もされる。指定管理者は、応援スセントラルスポーツ、都水京、事業団グループ。建物設計は、センダーミツル環境デザイン研究所。 メインプールダイビングプール50メートル25メートルの10レーン。引込み競技を除いた水泳競技全般に利用される。稼働床を採用しており、水深を1.4メートルから3メートルまで変えられる。観客席は5035席。50メートル15メートルの7レーン。競泳のみ使用可能。地下に面しており、観客席はない。メートルメートルメートルの 国際公認プール、引込み競技及びアーティスティックスイミングで使用。観客席はメインプールと共通。水泳場主催大会は申し込み期間中に申し込めば出場か。日本水泳連盟が主催等に当たる大会を挙げる。ありがとうございます。